皆さんこんにちは、倉島桃子です。知りたいあなたの会社の話、本日は三和インターナショナル株式会社さんのお話パート2に移ってまいります。具体的な研修内容についてお話を伺います。それでは早速お話お願いいたします。さて、前回は会社の概要について関口さんからいろいろとお話を伺いましたけれども、今回は具体的にどんな研修をされているのか、今日はお隣にお名前を伺ってもよろしいですか。はい、竹内恵と申します。はい、竹内さんを、はい、交えまして3人でお話をしていこうかと思います。で、事前に研修の内容につきまして9つの資料をいただいているんですけれども、順番に伺っていきますが、最初は関口さんの方から指導の時の前後の心がけですとか、それから企業の下調べですね。そして3つ目として、反発する受講生や発言過剰者がいる場合というようなところでのお話、最初に伺ってまいります。よろしくお願いいたします。こちらこそ。はい、まず指導の時の心がけ、前後のことなんですけれども、はい、研修ってその場だけを考えがちなんですけれども、受講生はその時しか来ませんから、はい、ですけれども研修の下準備と後のことが9割ぐらい、はい、そして当日の研修が1割ぐらいなんではないかっていうぐらいに私どもは力を入れています。はい、では前後の心がけはどんなことかっていうと、私どものセミナーを受けた後、研修を受けた後ですね、そこを研修が終わった時が受講生にとっては始まりだと、はい、新たな人生の第一歩を踏み歩いていくわけですから、そこが他のものとちょっと違うかなっていうふうに考えてます。受け終わった後が新しい一歩で生まれていくわけです、はい、ですから送り出す時にも頑張ってねっていう子もいれば、先生日課研修なんかやると先生どうしよう怖いとかっていう方もいるんですけれども、はい、それぞれに激励をしながら送り出すというのが私たちの仕事ではないかな、はい、でその中でまず変わって、ここへ来て以上は変わってください。変わらないと、主催者側でも誰でもお金を払って意味がないわけですから、はい、怖がらずに変わっていただきたいっていうことを一番に申し上げます。それからもう一つ私たちが心がけているのは、生身の体で研修の現場を持ちますので、はい、できるだけ一人体制ではなく、複数、主任とアシスタント、あるいは領友といって二人とも主任であったり、フォローのできる関係の専任と主任、そういうセットを組みまして、それで研修に進んでまいります、はい、これが研修前後のことなんですが、領友っていうか昔の言葉で領、今日本であまり使われないんですけれども、はい、必ずこう飛行機で言えば並走っていうんでしょうか、はい、そういう状態にあるように心がけています、私自身は、ただ同僚の領っていう字ですよね、はい、そうです、そうです、はい、ただ現場のに入ってしまうと、もうそんなことは分からなくなってしまいますので、どっちが足りなくてもどっちが多すぎても、2人で仲良く輪を持ってやってほしいっていつも思っております、はい、でその後は企業の下調べといったところではどうなんでしょうか。そうですね、特に初めてお電話をいただいて、今日も先ほどあった会社なんですが、エンジニアを今度営業に出すことになって、でそれで名刺の受け渡しから身なりから言葉遣いを見てほしいということだったんですね、でその時にはユニフォームがあったらユニフォームでお越しくださいということを申し上げたり、それはホームページで見ることもありますけれども、時間があるようでしたらこの会社はどんな会社だろうって、そういう私外歩きが好きなものですから、出かけて周りを見てゴミ一つないとか、そういうところもありますので、はい、そういう会社の雰囲気を調べます、はい、すごいなと思う会社はやはり植木屋なんかでもきれいにカットしてあったりとか、はい、本当に私もあやかりたいなって、草が生えてるうちが恥ずかしいんですけれどもそういうことを考えたりして、内部だけの調査じゃない、外向きの調査もするようにしています、はい、そういったものを実際に研修プランの中に盛り込んだりということもあるということですか、ね、そうですね、
大抵の会社がスーツで新入社員研修スーツで出したいって言うんですけれども、もしもそのセールスエンジニアのような方々が研修を受けるんだったら、こういう方法もありますっていうことを事前の時に申し上げます、それでないと例えばあの新入社員で夜までこのエンジニアの服を着て飲んでここになんかついちゃった、そういうので営業に行かれても、もったいない結果になるので、あのそういう注意をしてあげられますから、あのその時のものをお召しになってくださいというのが実際にはあります。なるほど。で続いては、反発する受講生や発言過剰者がいれば、実際にこれはもう研修スタートしてからのことかと思いますけれども、研修の現場内であるんですけれども、あの他のその人だけだったら、一人で受けているんだったらどんなポーズをしようが構わないわけです、だけど例えば中には100名140名150名っていうようなセミナーで一人だけすごいこうなんて言うんでしょうかね、ちょっとこれでカメラに映るかからないこういう感じになってたりとか、ふんぞり返ってるような感じですね。あと足ももう投げ出したりとかっていう、はみ出して、これ大変なことになるぞっていうような恐れがあるときには、それをうまく注意をして足を引っ込めていただいたり、それから髪の毛にしても、ちょっと損するかもしれないからっていう、そういうような第一印象っていうところですね。そうですね、でその第一印象に入る前に、もう明らかにそれだなと思ったらちょっとって言って、あの別の通路に出したり、そういうことをするのが私の役目だと思って、ただ今日来た竹内みたいにこう、更新がどんどん育ってますので、それであのもうだんだんにそれはできるかなと思うけど結構難しいんですね、それでふてくされちゃう方もいるの で、こちらも声かけるときに作戦を練らなくちゃいけないので、いくつかじゃあバリエーションを竹内さんお持ちだということですね、秘密のバリエーション、秘密のバリエーション、でこの後なんですけども、続きまして、身だしなみの話ですとか言葉遣い、そして伝える力、絶対表現と、そして笑顔スマイルですね、そして電話について、そして最後に、受講者の方からでしょうけども、嬉しい感謝の手紙ということで、早速今日来ていただいた竹内さんにお話を伺ってまいります。まず、身だしなみのことについてお話しさせていただきます、少し前まではスーツが基本だったと思うんですが、最近ではオフィスカジュアルという言葉が出てまいりました。いわゆるノーネクタイ、ノージャケットという形で、そういう企業も増えてきております。服装、ヘアスタイル、男性の場合よく問題になるのは髪型ですね。やはりちょっと長めな方だと、もう少し切ったらという形で、ご指導しております、で女性の場合はお化粧です。それぞれ社の方針とか社風とかいうものがありますので、その企業のご担当の方に必ずお話を伺って、それから指導するようにしております、でそうは言っても清潔で周囲の人に不快な思いをさせないというのは、昔も現在も変わらないところでありますので、そこは徹底をして、お話をさせていただきます、身だしなみは人に不快感を与えないということと、あと身なりを整え相手を尊重する気持ちを装いで表現することだと思っています、そしてよく服装、ヘアスタイルなど個人の自由であるべきと主張する方も多いんですが、やはり会社組織の一員となるのですから、きっちりここは必ずしも個人の自由を全面的に主張するのではないということも理解してもらっています、企業の代表とか企業のイメージっていう、そういった感覚をまず持ってもらうということも大事ということですよね。その企業に入りましたら看板を背負って歩いているわけですので、ぜひそこは皆さんには理解していただいております、でそういった見た目から今度は中身に入っていくかと思うんですけども、そういったところはまず今度は言葉遣いっていうふうになっていくと思いますが、お話よろしいでしょうか。言葉遣いの前に、ビジネスマナーの基本は挨拶だと思っております、セミナーの受講生は、挨拶なんて子供じゃるまいしできるよっていうふうに皆さんこう思っていらっしゃるんですね、顔に書いてあるんです、そうしましたら、一番最初に私がそのセミナーの会場に入りました時に困っているんですが、皆さん生徒さんがこうどん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 セミナー室に入ってくる時に、何も言わないで黙って
会場の中に竹内さんもいらっしゃるにもかかわらず、はい、私がいるにもかかわらず、あ、そうですか、中に入ってきまして、黙って座っている、それがどのぐらいいらっしゃるかと思いますか。もう聞かれるぐらいですから結構多いっていうことですよね、はいはい、そうです。うん、本当にたくさんの方が、はい、残念ながら入ってきまして、何も言わないで座るという、それじゃあちょっといけないなと思って残念な気持ちになっているんですが、はい、実は挨拶っていうのはとても大切なことだと思います、はい、相手を認め、相手への気持ちを言葉や動作で表現する方法だと思っております、はい、挨拶は人間関係を築く原点であります、私の研修ではまずは、なぜ挨拶が必要なのか、挨拶の目的を考え、はい、それから相手から良い印象を持っていただく挨拶の方法を学んでいただきます、はい、で挨拶をする意味が分かれば、まあ、自然と丁寧な挨拶ができるものです、はい、そうは言っても具体的に指導していかないと難しいと思いますので、次に声の出し方、はい、表情の作り方、そして挨拶の言葉が相手に届くためには明るくはっきりと、適度の声量でおはようございますと爽やかな表情で言うことができなければなりません、大切なのは実際に声を出してみること、やってみなければわからないということがたくさんありますので、そこをきちんと指導しております、じゃあその挨拶のステップを今度は次に進むということになると、今度は具体的に言葉遣いということになるわけですね、次に重要なのは言葉遣い、敬語、謙譲語の使い方だと思います、社会人として品格のある言葉遣いができるか、顧客や上司に対して正しく敬語、謙譲語が使えるか、このあたりはしっかりと練習していただきたいと思います、ある学校の授業参観の際に、女の子が突然に、やべえこの問題わからんと、大きな声で発したことがあります、もうそのクラスではわーっと笑いの渦が、巻き起こった感じで、巻き起こった感じだったんですけれど、塚田先生はやべえという言葉はありませんよ、困ったわねと言いましょうと話してくださいました、その光景は今でも忘れられず、よく思い出すのです、すごい先生ですね、本当にレアケースのように思いますけれどもね、私たちの世代になると直すことっていうのはなかなか難しいんですが、新入社員時代だからこそまだまだ直すことができると思いますので、そこは、相手とうまくコミュニケーションを図っていくために、日本人として、社会人として敬語が正しく使えるということは必須だと思います。そうですね、相手の印象に残るコツかもしれないですよね、関口さんなんかもそういったこのお仕事研修っていうものをクローズアップしてやるにあたって、その言葉遣いっていうのはもう初期の段階からきっと工夫されて研修されてきたと思うんですけども、もう昔も今も変わらない点、そして変わってきた点って何かお気づきの点はございますか。そうですね、私が入社といいますか仕事場に入った時にはまだ上司がマンツーマンで指導をしてくれる時代だったんです、ですからそういう面ではありがたかったと思います、で、子どもの言い方はこうしなさいとか、逐次って最初はもううるさいなと思っていたんですけれども、でもまあノートに書いて、翌日からはその言葉を使いは気をつけようと、そういうことですね、そこは結構厳しくて、廊下の歩き方から、あとゴミを捨てに行くにしてもこっちに持ってこう歩けっていうような、かなり微細にわたって指導を受けたので、初めは嫌だったけれども、とてもありがたいことだなと思います。身だしなみも含めてそういうふうにね、うるさい点までといいますか、細かいところまでご指導いただけた、そういった環境があったっていうことですね。ゆとりが企業側にあったんですよね、当時は。今はそんなこと言ってる暇もない上司がいっぱいもうできて当然といったところもあるんでしょうか ね、やはりそういったお作法も含めて、挨拶そして言葉遣いというふうにこう移ってくるわけですね、そして今度はその言葉遣いがある程度こう使ってこれるようになれば、今度は伝えるといったところのステップアップされると思うんですが、そういったところではどんな研修をされるんでしょうか ね、一般的にまずは相手の話をよく聞いてから、こちらの意見提案等を、言うというのが基本だと思っています、また結論を最初に述べてからその理由、それに至った経緯を説明するという順番が良いと思います、
話し言葉ですので完全な文になっている必要はないと思うんです、重要なところは主語と述語を明確に言わなければなりません、はい、あと 5W1H を漏れなく伝えることっていうのも、とても重要な要素ではないかなと思います、はい、先ほど説明した挨拶、言葉遣い、発声は伝えるための基礎となりますが、もう一つ顔の表情、ジェスチャーも伝えるために大切なスキルとなります、はい、欧米人に比べ日本人は、なかなかこう喋っている時のジェスチャーが少ないとよく言われているんですね、はい、オーバーにならない程度に重要なところ、強調したいところは、積極的にジェスチャーを加えて伝えていくというのも良い方法なのではないかなと思います、そうすると今度は、言葉が出てくるとこの表情というものがきっと伝わると思いますけれども、全体表現とスマイルといったところに話が移ってまいりますね、そうですね、個人の持つ雰囲気というのはビジネスパーソンにとってとても大切なことだと思います、明るく上品で、理性的、誠実、信頼できそうで前向き、そして情がある、そんな雰囲気を持っている人というのはなかなか難しいですね、難しいですよね。でもすごくビジネスでもきっと成功する素敵な方だなと私は常に思います、しかしながら個人の雰囲気はその人の生い立ちやキャリア、経験により作られていくもので、それは一朝一夕にできるものではないと思うんです、しかしながら良い雰囲気を持つ人はみんな素敵な笑顔、スマイルを持っています、ビジネスで苦しい時も、あるかもしれませんが、どんな時でも笑顔を忘れないというのが素敵なビジネスパーソンの一歩だと私は感じます、私は現場で、販売員をやっていた時期もありまして、その研修の時には実際にその鏡を使って笑顔の練習をしたりということもあったんですけども、御社でやる場合もそういった自分自身も見て気づくみたいな練習はされるんですか、あ、そうですか、いいですか、発言して100円ショップで鏡を50枚ぐらい、そして皆さんの前に立てて実際にそれは企業からのオーダーだったんですけど、やったことがあります。あ、そうですか、なかなか自分で鏡を見ているようでも笑顔で話すってやっぱり難しいって感じるらっしゃる方も多いんじゃないですかね、特に男性を研修する場合っていうのはどうですか、なんか工夫されてる点とかありますか。男性難しいです、皆さんやっぱり緊張してますので、笑ってって言っても、え、笑うの、大体笑ったことないしっていう感じで、そうですよね、やはり鏡を見ながらこういう感じでちょっと笑うと、もうさらにイケメンになるわよっていう話はさせていただいております、ロールプレイなんかも研修って実際あると思うんですけど、男性同士でそういったことをやったりっていうのももちろんあるわけですね、そうですか、皆さん楽しそうに、ロールプレイに参加します。そうですね、で続きまして、電話についてということで、これはもう先ほどから言葉遣いや伝える力、表情とはまた違った部分の難しさっていうのもあると思うんですけども、いかがでしょうか。そうですね、まず電話での応対というのは基本をまず押さえておきたいところなんですが、好感の持てる電話応対というのは、私いつもエゴエということを、私も使ってました、エゴエ、エゴエというのは笑う顔と書いてエゴエですよね、スマイルで、スマイルを保ちながら声を発するという、電話は声だけのコミュニケーションツールですが、実は、全てが伝わってきてしまうというふうに感じます。私は最初にご挨拶させていただいた時にはいつも正座をするか、もう本当に姿勢を正しく、笑顔でもうきっと皆さん笑っちゃいますよね、私がそういう姿を見るときっとなんでこの方電話なのにこんなに押し込まってるんだろう、笑顔なんだろうというふうに思われるかと思いますが、最初のその電話の応対というのは特に普通に喋っている以上に、緊張して気を使って言葉を発するというのを、そのことは伝えております、最近私も子どもたちの電話連絡で、最近は LINE などを使ってのコミュニケーションが多いということで、電話でのコミュニケーションができない子がいるので、子どもたちにさせてくださいっていう連絡があったりしたことがあったんですよね、実際の電話を使ったりということはありますか、研修中、もちろんあります、そうですか、やはりそうですね、私の方でプルルンっていう、はい、出てくださいっていう感じで、それはもう私がやっていた頃と同じですね、そうなんですね、
そして最後の研修の内容のところでは、嬉しい感謝の手紙ということになりますけれども、はい、こちらの話伺ってよろしいですか。はい、はい、いいことばかりではない研修現場もあります、はい、でもともとみんな研修がこの仕事が好きでやってるものが多いんですけれども、はい、うん、中には私仕事が大嫌いだった、今でも嫌いで研修を受けても役に立てるかわからないとか、そういう方もいらっしゃるんですよ、うん、ある意味正直ですね。そうですね。で、それで、でも受けてから、それは受けて結果を見てからもう一回自分で判断すればいいじゃないのっていう言葉もかけますし、はい、あと上司、そういう方もいれば、上司からたった1回の研修、2日間の研修で大きく変わりました、うん、想像以上の結果を、成果をありがとうございました、うん、そういう嬉しいお手紙ですね、直筆で書かれたような、そういったものはもう本当にもうやめようかなって、冗談じゃないとかって思う時には、そのファイルを私は取ってありまして、はい、これはみんなにこういう大変でもこういう結果が出るんだよっていうのを常に伝えていきたいなと思ってますけど、はい、すごく大事なものです、うん、そうですね、はい、そうですね、うん、私はお手紙ではないんですけれども、やはりセミナーの第1日目、はい、最初にしらーっと入ってきた、はい、方が2日目には、おはようございます先生元気だったなんていう感じで声をかけてくださったりとか、やはり2日目になるともう最後になりますと、もう目の輝きが全然違うんですね、うん、で今日は先生も今日で会えなくなるね寂しいなんてお話ししてくださると、うん、明日から頑張るよなんて、はい、話をしていただくと、私自身も、うん、よし私も頑張ろうという気持ちになります、うん、はい、そうですね、今日は具体的な研修をされている内容につきまして伺ってまいりましたけれども、はい、こういったものが御社の強みでもあるということが十分に伝わってきたかなというふうに思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。